今回の動画ですが、無料大数さん、ゆかりんさんとですね、堺筋本町近日さんにて1万円企画のクラブに参加させていただきました。私の動画はちょっとあの撮影の裏側みたいな感じでちょっと撮っているので、無料大数さんの動画をまたね、見ていただけたら嬉しいです。命の水雪物にします。すごい、島根県、島根県いいですね。続いていっていいですか、はい、大満足ビフの時590円です。水的に一味にお塩にニンニクのチップにおろしポン酢かな、お醤油と、もう水投げ敷かれたお肉、めっちゃ美味しそう。最初はちょっとさっぱりお塩でいただいていいですか。音取れてますよ、大丈夫。これ、これとちょっとわがままに少し、ちっちゃいのをさせていただきます。それで、うわーすごい、ありがとうございます。お、お肉の甘みがやばい。ずっと噛んどきたいです。うん。キムさん。目をつぶって味わいたいみたいな。です。そこからの日本酒が参りました。うわ。500円って。そうなんです。リーズナブルです。頑張ってます。ありがとうございます。はい、いただきます。すごい、綺麗だ。おぐりいただきましょう、ゆかりさん。おぐりいただきましょう。いただきます。今美味しい。うん。うん。すごいな。厚みがあって、厚み。いただきます。ほいで、ブリのお刺身。いただきます。商店添えるけど。油が乗ってる、うん、厚みがあって、うん、最高って。すいません。ほいで、日本酒、雪もいただきます。うん、美味しい。これぞ何幸せ。もうお刺身、お魚と日本酒のマリアージュとも最高の幸せです。もう CM いただきます。これすごいですね。これめっちゃ美味しいですよ。これびっくりです。良ければ。大丈夫だ。美味しいです。食べたことない。マジっすね。ね。バカル、バカルディ8ですね。これは。のラムが使われているんですかね。はい。僕すみません、ラム全然知らないですけど、いただきます。お。めちゃ濃いですね、これ、うん、若干ハイボールよりはちょっと甘いかなっていうぐらいで、お酒感がめちゃめちゃ強い。あ、アルコールきついかな。うん、アルコール結構きついですね。一泊先生です。ありがとうございます。栃木県のお酒で890円です。最高ですね。飲みやすい。フルーティーからのコクがうわきますね。美味しい。ゆかりさんのお酒で頼んでるのかな。ですよね。見てない。おすすめで分かりますか。
量だけちょっと確認してきますね。何個いきますか。ちょっと確認します。この音もったいないな。すごい全部取れた、うん、ちょっと入ってきます。全部取れた、うん、うれしい、私もうれしい、こんなにうれしすぎるよ。チェイサー欲しくて、チェイサー、そしたらメグの方は持ちますよね。まあ、持つね。そうメグとか今これだったらこれ合うんでしょ。タコハイ、ほらタコハイチェイサーにしようか。あ、いいっすね。まだチェイサーとちゃうか、間の頭ラムコーヒー目が、いや、ラメすごくね。目があったら目がにしたいですけど。そうね。ね、面白いね。すいません。あ、タコハイを。タコハイ。はい。タコハイ。はい。タコハイ。すいません。私のお金さん。あ、ビール。ビール。はい。どうじゃ。ビール2つ、ラムコークとタコハイ、はい、お願いします。カメラに囲まれて使えないです。いいです。パポー、マジで。あ、カリカリ。めっちゃ美味しい。何この状況。めっちゃ美味しい。こうやってドツボに溜まってきます。いや、これの前によっこいしょ、浜根っこいしょ。そう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 。絶対思ってない。持ってない持ってない。大体バンクが分かっとる。マジっすか。分からないでしょうか。俺のアフレコしてくれてるみたいですね。めちゃめちゃありますね。やっぱそう、先ほどチータロさんがおっしゃったように、こうなんか甘みとかそういうのが少ないんで、こうホルモンを生かす感じの飲み物になってて。結構爽やかなんですよ。でこっちがガツンとくる感じで爽やかに収めるっていう役割で、だからこれ野球では先発とクローザーみたいですね。すごい。なんかすごい名言いただきました。これなんかすごい、今日のスーパー名言だよ。分かる人には分かる。えいえい、まあいいや。これめちゃおもろい。まあいいよ。めっちゃええ、これやばい。
ハイボールめっちゃごついですね。ね、めちゃくちゃごつい。うん。でかい。うまい。あ、うまい、うまい。いいよ。いい。あれ。あ、はいはい。めっちゃ嬉しい。もうまだもいい。店長の野村さんも店員の皆さんも最高でした。めっちゃ美味しくて安くて最高のおすすめなんで、皆さんぜひご利用いただければと思います。どうもありがとうございました。イエーイ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 堺筋本町の金日さんですね。で、今日はゆかりさん、両大衆さんとコラボをねさせていただきまして、すごい楽しい時間を過ごせました。